皆さんこんばんは。さあ少しだけお話をして、少し話したら終わりたいと思います。番組今日もご参加いただきありがとうございました。ウェザーニュースライブムーンを担当させていただいたんですけれども、最後にですねインスタライブやってってコメントがあったので、もうね去年一時期もバン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 インスタライブをやって、あれでも一回終わりにしようかなって思ってやるつもりなかったんですけれどもね、せっかくコメントいただいたし、最近体調を崩してだいぶSNS を放置してしまったので、フォローしてくださってる皆さんに申し訳ないなと思ったので、ちょっとだけおしゃべりしたいなと思います。体調大丈夫？実はね喉がねまだ、完璧に治っているわけではないんですけれども、だからね声量がちょっと足りないと思います。いつもよりもだいぶ抑えめで喋っているので、もしかすると体調を崩してからの方が、耳に優しい声になっているんじゃないかなと思っています。あ、初インスタライブって方いらっしゃる、ありがとうございます。嬉しいですね。そうなんですよ、インスタグラム頑張るぞって、インスタに限らないですね、 SNS はフォローしてくださってる方や、見に来てくださる方がいらっしゃるのに放置するのはなんか失礼かなって思って、頑張って更新を、昨年結構更新頻度も頑張ってあげるぞって思っていたんですけれども、体調を崩してしまってだいぶ止まってしまったので、もうね落ち込んでたんですよ。あー、フォローしてくださってコメントくださっている皆さんに申し訳ない、サボるなんてって思っていたんですけれども、これからね今年もいろいろなんかこう別にためになることは何にもないんですけれども、楽しく更新していけたらななんていうふうに思っております。さっきフォローしました。え、嬉しいです、ありがとうございます。今までほとんど使ってなかったって方もいらっしゃいますね。私もやっぱり見に来てくださる方がたくさんいらっしゃるのはとっても嬉しいなって思います。SNS は皆さんとのコミュニケーションの場なので、またね覗きに来ていただけるように、フォローしていただけたら嬉しいなと思いますので、別にためになることは特に出てこないんですけれども、もしフォローしてやってもいいよって方いらっしゃったらよろしくお願いします。あ、今年もよろしくお願いします。アイリーは真面目すぎますと。私はね考えすぎって皆さんによく言われるんですが、自分でもそう思います。考えすぎがちなんですよね、健康大事と、もうだいぶ復活しまして、あとねちょっと喉の調子が 100% ではないくらいかな、さあということで今日はですね、さっきリクエストいただいたそのノリで始めたくらいなんで、特になんか何を話すっていうわけじゃないんですけど、豆をねたくさんスタッフさんからいただきまして、この豆だったんですね。今日豆つかみ対決をやらせていただきまして、今もね振り返りのクロストークで、まゆちゃんがやるのかな、これはまゆちゃんとせんちゃんのクロストークを今スタジオで見てるんですけど、みんなうまいね、思ってた何倍も難しかったです。私の記録すごくしょぼかったですね。なんかみんながポン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 映してるからもっと簡単なのかなっていう気持ちで見てたんですけど、やってみたら何倍も難しくてしょっぱい記録になりました。私は30秒で9個で2個落っことしたんですけど、落っことしたのは傘に入れちゃいけないらしくて、みんなそうだった、落としたキャスターいなかった。豆つかみむずいですね。病み上がりだからしょうがないよ、関係ないですよ。元気の時だって全然多分できなかった。だからもう悔しいんで、これちょっともう一回やっていいですか。これは記録はないですよ、そのちゃんと勝負の緊張感の中でやっているわけではないので、これは記録なしなんですけど、自主練していいですか。悔しいな、9個はちょっとしょっぱかったな。ということで
30秒今スタジオなんで大きな時計があります。やりましょう。応援よろしくお願いします皆さん。しかもこれ豆まきの豆じゃないんですね。なんかこう普通のお料理などで使う大豆なので、じゃあ皆さん、私の負けず嫌いだ、そりゃそうですよ。やっぱりこうスタッフさんが盛り上げるためにいろいろこうね、大豆を買ってきてくださって、いろいろ計画を立てて取り切りの画像を作っていただいて、よしみんなで豆つかみ盛り上げるぞっていう、もうたくさん準備していただいたはずですよスタッフさん。それが9粒もう申し訳ない。もうしかもみーちゃんが、優勝で今回が19個の後の9個はもう一番盛り上がらない、あーギリギリ勝てなかったねってなるのがきっと一番勝負としては、あどっちだどっちだどっちだ、1、2、3、あどっちだどっちだ、みーちゃんとアイリンどっちなんだ、届かなかったっていうのが多分一番盛り上がるわけじゃないですか。もうあれ数えるよって言った時に、はいはいみーちゃんが優勝ねってみんないいよ数えなくてって思ったでしょみんなね。だからねバラエティとしてあれはね本当一番つまらないみーちゃんの記録がちょっとね届かなす、私はちょっと届かなすぎたので、ちょっと面白くない流れを作ってしまったなって思いましたね。さあということで、じゃあちょっと今から、じゃあ私は、今10分11、12、13秒、10分30秒から11分までの30秒間で豆移しやりたいと思いますよ。あと10秒、よし応援よろしくお願いします皆さん応援よろしくお願いします。はいはい、それではスタート。あれ嘘でしょ、あえ嘘でしょ、1、あれなんか下手になってるんですけど、2、あと20秒待って、3、えすごい下手になってる、4、え5、やばいあと9秒やばい、あれ嘘でしょ、下手になってるあれあと3秒あ終わりあれ下手になってるんですけど、なんで勝負の緊張感がないから、これは別に記録にしなくていいよっていうのはすごい映せちゃうからっていう保険だったんですけど、えすごい下手になってる。数えますよ、1、2、3、4、5、6、7、え、なんかすごい下手になっちゃったんですけど、なんで疲れてるのよ。記録、この勝負の緊張感のない中で7粒。嘘でしょ、下手になっちゃったんですけど、何これ、こう下手になることあります？わあ、なんかあのやっぱ放送外でやるとなんか緊張してないから、全然すごくないですよ、緊張してないからですよっていうコメントを用意してたんですけど、7つが下手になってる。嘘でしょ、睡眠不足じゃない、関係ないでしょ、いつものアイリン、おかしいですね。そうだと思ってたってコメント言って、皿がちょっと深いからじゃないかな、関係あるかなこの差でさ、悔しい、ある意味謙虚も必要、そうですね、謙虚なコメント用意して、ああ全然別に、あここですいません、なんか25個とかできちゃったんですけど、あの全然別にあの緊張してないから、あみーちゃんの方が全然すごいです、あの本当さっきのあの緊張感の中ではね、あのやったのすごい、本当すごいと、25個全然全然すごくないですっていうこのコメントを用意してたのに全然ダメじゃないですか、もう一度やってみる、いや絶対これうまくならないでしょ、そんなに楽しいバラエティでもないですからね、もうちょっとこう画角変えようかな、いくよ、じゃあもう一回30秒ここからいきますよ、じゃあ今22秒、23秒、30秒から14分までいきたいと思います。3、2、1、スタート
いいじゃん。あれ下手になってるな私。2、あれ3、4、あれ5、6、あと10秒、7、お、あれあれ8、あ、もう時間切れだ。1、2、3、数えるのも下手だ。1、2、3、4、5、6、7、8。なんでよ、私これ限界かも。8がみんながうますぎるってこと。キャスターのみんなの、キャスターのみんなの豆写し力が高すぎるってこと。私市内大会2位ですよ。私番組でも言いましたけど、市民祭りで私豆写し大会出たことがあるんですよ。ま、豆も違うし箸も違う、 もっとつかみやすい箸だったんですけど、その時は準優勝したんです。こんなはずじゃなく、だからキャスターのレベルが高すぎる、豆写しのねえ、市内大会2位、いやすごいですね。皿の位置を入れ替えると、本当2人中の2位だったんじゃない。いや多分2人中の2位はさすがにないですよ。4人中の2位だったんじゃないかなって思います。4人中の2位って別に早くないか。4人の中の2位って確かに考えてみたら別にすごくないか。いやでも出場しないっていうのも、出場するっていうのがまずすごいことですからね。だって普通ね、あ、私緊張するからやりたくないよっていうのでやりたくないじゃないですか。いや、ゆいこちゃんのなんであんなできないんだろうっていう気持ちで見ていたのはもう本当に反省します。4手とか思ってたけど、割と私ゆいこちゃんと結構いい勝負なんじゃないかなって。レベルが高すぎますね、豆写し能力が、キャスターが高すぎる。だからもうみんな、あ、この子たち豆写しすごい上手いんだっていう目で見ていただきたいなと思いますね。ぶっちぎりのに、いやもう悔しいですね、レベルが高すぎだなっていう。いや尊敬します。もうこの豆写しというジャンルの中では私はもう本当にもう他のキャスターたちに頭上がりませんので、もう謙虚に興味なかったキャスターたちにもやってもらいたいですね。再開決定戦やってほしい。なんか他にもだからね、あんまり得意じゃない組をもう 2,3 人集めて全員で一斉にやりたいですよね。もどかしいと思うよ、そのできない側でやるのね。サーヤンに伝授してもらいましょう。昨年の優勝はサーヤンだったので、まあ、去年と箸が違ったのでちょっとまた環境も違ったかもしれないんですけど、だからサーヤン、川端さん、みーちゃんでまたなんか決勝戦みたいにやってほしいですね。いやー、やってよかったです。楽しませていただきました。のんちゃんは自信ありそうだった。自信あるキャスター、自信ないキャスターそれぞれいたかもしれないですけど、どうでしょうかね、みんなの集中力見えたでしょうかね。サーヤンとみーちゃん相当レベルの高い戦いになりそうですけれども、あ、スタッフさんですごい上手ですよ。リハでやってくださったスタッフさん昨年めちゃくちゃ早くて、あとさっき番組終わってから別のスタッフさんがやってた時にも20個映せてました。ねえ、いや地味だけど熱くなっちゃいますね。楽しかったな。肩の豆外して感動すれば、そしてこっからもぎって1ってズルすればよかったですね。いやゆいちゃんは下手そうって来てますけど、いや、わかんないもんじゃないですか。誰がうまそうで誰が下手そうか。私もここまで自分ができないと思いませんでしたもん。もうちょっとできるかなって、イメトレの中ではもっとスイスイできてたんですけれどもね、思ってた何倍もできませんでした。でも皆さんが楽しんでいただけていたんだったら、嬉しいなっていうふうに思います。
ありがとうございました。たくさんコメントいただき、こんななんかノープランで始めたインスタライブですけれどもね、集まっていただき、遅い時間にもかかわらず、この時間もしかして意外と参加しやすいのかな、皆さんね。さっきインスタライブやってよってコメントいただいて始めてみたんですけれども、なんかね、時々皆さんとコミュニケーションを取る時間を作れたなって思いますので、またね、始めるタイミングがあったらお付き合いください。コメントも書いてくださっている方いらっしゃいましたね。うん、憧れてるキャスターはアイリンさんです。嘘、アイリンさんはしっかりしてて、私もいつかなりたいです。全然しっかりしてないですよ。番組ではカメラが回ってるんで、なんかしっかりしてるように見えちゃってるかもしれないんですけど、私ね、誰かに、誰に言われたんだったか忘れちゃったんですけど、キャスターになんかアイリンさんってなんか完璧なイメージがあるんですよねって過去に言われたことあって、まあ、その子がいい子だからっていうだけなんですけど、もう家族に、ねえ、こんなこと言われたんだけどって言ったら、ないないないって言われました、家族に。うちの母もですね、私がやっぱね、スイッチのオンオフを、私の母は私のスイッチのオンオフをよく褒めていまして、アイリは本当にスイッチのオンオフがはっきりしているねみたいな、こんなに休みの日は全力でダラダラしているのに、カメラの前ではなんかオンにしてなんかちゃんと働いてるんだねみたいな、あんなに休みの日は別人なくらいダラダラしてるのにねって、オンオフをよく母に指摘されます。あ、アイリン最近痩せたわよね。だって嬉しい、ずっと痩せたい。去年のね、夏すごい夏バテしたので、あの時にちょっと体重が落ちたんですけど、筋肉量も落ちちゃったんで、今は筋肉量を増やすことを意識しています。アイリンのアイドル最高だった、フルバージョン聞きたいですといただいています。そう、歌載せたんですよ、私昨年末で。さっきね、ゆいこちゃんと話してて、アイリンさん歌ってましたねって言われて、やばい恥ずかしいって思ってヘラヘラしてしまいました。歌は全然得意じゃないんですけど、なんかね、あれはもうちゃんとなんかプロに作っていただいてるんですね。ちゃんと撮っていただいて、ちゃんと撮っていただいたのはなんか嬉しくて、あ、なんか別に歌得意じゃないけど、プロの手にかかるとなんか素敵に仕上げて編集していただいてるなっていうのが嬉しかったのでね、載せさせていただきました。歌は全然得意じゃないですけどね。あ、ガンダム見ましたかと。ガンダムね、実は詳しくなくてですね、どっかのタイミングで勉強したいなと思うんですけどね。なんか宇宙の話題とかなんか取り入れたいんですよね。睡眠時間はどれくらいですか。実は結構睡眠時間取っています。なんか寝てないイメージ持たれがちなんですけれども、私は健康管理は結構人一倍気をつけている方かなって思っているんで、睡眠時間は割と 7,8 時間取れるときは取ってます。取れないタイミングもあるんですけどね、お仕事で今日はどうしても眠れないとか、もう急いで帰って急いで起きても間に合わなくてちょっとしか寝れないっていう日ももちろんあるんですけど、寝ることができる日は健康管理、手洗い、うがい、消毒、睡眠時間の確保、バランスの取れた食事、あらゆる健康管理は意識しております。たくさんいただいていますね。ハマってることなんだろう、ないな。こういう時に面白いハマってることを言える人間になりたいんですけど、ルービックキューブは練習しているのと、日記をつけているので、日記ですかね。日記はね、日記はなんかルーズリーフにつけてて、なんか全然まとまってないな全然まとまってないな。日記はね、去年からつけてるんですよね。何かい、あ、聞いたラジオの感想とか、お仕事のこととか、
ネイルを直したとか、どうでもいいことを書いていますね。あとさ、そう、ドラえもんのリトルスターウォーズを今頃見たっていうのを感想を書いています。お風呂に入った直後にお風呂に入れなくなることを心配するしずかちゃん、なんでこんなにお風呂に入るんだろう、キャラ付けなんだろうかって日記に書いてます。何のために記憶してるのかよくわかんないですけど、どっかでまたまとめて読もうか、読み上げようかな。急に魚のフライが好きになった。最近好きになった食べ物ってありますか？私、食べ物って苦手なものがそもそもあんまりないので、割と好きなものばっかりなんですよね。もうたくさん質問いただいていますが、ここまでにしようかな。あ、ギシール届きました。ありがとうございます。嬉しいです。ぜひ使ってください。どっかにペタペタ貼ってください。キャスターの仕事は忙しいですかということですけど、まあね、忙しいタイミングも生放送なんでありますけれども、私は楽しいし転職だなと思っております。私、そうですね、キャスターのもちろん忙しかったり大変なタイミングもあるので、なんかもう続けられないかもって思うことももちろんゼロではないんですね、この10年以上で。でも多分私、キャスターの仕事辞めたらもう暇で死ぬと思うんですよね。暇だつまんないってなると思うんですよね。やっぱそういう仕事に出会えたっていうのは本当にありがたいことだなって思いますので、なんかね、大切に、これからもお天気はずっと続けていきたいなと思っていますので、これからもまたお付き合いいただけたら嬉しいです。で、遅い時間にもかかわらずこんなに喋っちゃった。もう終わろう、みんな 寝かさないといけないんで、またインスタライブね、リクエストいただいたらやるし、なんか時間なかったらやんないかもしれないんですけど。アイリンが最推しです。珍しいですね。ありがとうございます。インスタも頑張って、ちょっとね、体調崩して更新が止まってしまった分、更新頻度頑張って増やすぞっていうのが今の目標なので、もしフォローしてやってもいいよって方いたらフォローよろしくお願いします。また更新するので、なんかこんなことあったよとか、こんな番組やるよとか、いろいろ番組の裏側なんかも更新させていただきます。遅い時間にもかかわらずお付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。アーカイブ残します。おやすみなさい。終わります。